どうも皆様こんにちは、あるいはこんばんはでしょうか。今日もですね、皆様から頂戴いたしました一問一答シリーズのご質問に対しましてお答えをいたします。ありがとうございます。早々ですけども読ませていただきます。パパ友様、メールを差し上げるのは2回目になりますが、お読みいただいていると信じ再びメールをさせていただきました。申し訳ございませんです。読んではいるんですけれどもね、なかなかお答えに至るまで自分のこの拙い頭が回らない場合がございますのでね、遅くなってしまったようで申し訳ございませんです。私は、横浜に住んでおります、46歳のものです。相談と申し上げますのは、前回と同様なんでございますけれども、なかなか集団生活というものに馴染めないまま現在に至っております。お恥ずかしい話ではございますけれども、小中高と学校には、休む機会も多く、体調的にとても崩れやすいと自分で思い、病気なんだから仕方がないというような、親の勧めもあり、休みがちのままなんとか卒業をすることができましたが、その後就職に至り、数社どころではなくもう十数社転職を繰り返して現在に至っております。そして今振り返りますところ、集団生活というものに全く馴染むことができません。会社に行っても些細なことでどうしても会社に行く気がなくなり、今まで仲良く過ごしていたと思っていた友人も本当に些細な一言でもう二度と顔も見たくないというような気持ちにすぐなってしまいます。そして今は自宅で親の元で生活をしておりますが、両親健在ではありますが、そこそこの高齢ということもあり経済的な負担で、私に対してともするとしっかり働いてくれというようなことを言われることも増えてまいりました。この先自分の生活というものをどのように維持していけばいいのか、そして集団生活ができないということに対してどのように進んでいったらいいのかということに対して、アドバイスをいただければと思いメールをさせていただきました。そして私がこのような状態になってしまうのには何かよからぬものの影響があるのではないか、あってほしい、そう願ってパパ様にお写真を送らせていただいておりましたが、おそらくパパさんのお見立てでは、そういう問題ではないんだろうということをおっしゃられるだろうということを覚悟の上で一応お写真を添えさせていただきました。どうぞよろしくお見立てのほどお願いいたします。受けたまりました。集団生活に馴染めない、まずいろいろな方向ってございますよね。僕もね、わりかし集団生活には馴染めない方ですよ。個人プレイが大好きでございます。今でも個人プレイでございます。助けていただいている方はたくさんいらっしゃいますけど、まあね、あの人は前ゴーイングワイウェイだなっていうふうにほとんどの方は思っていらっしゃると思いますけどもね、まあね、人というものはね、集団生活をする動物なものですからね、そこから集団生活からはぐれてしまうということに対してとても寂しい思いをしたり、あるいは、
辛い思いをしてしまうということがね、起こってくることはまさに現実でございますよ。ですがね、ご自分の、なんと言ったらいいのかな、お気持ちというかね、魂というものに対して素直に従うということも大切でございますのでね、孤独を好むのであれば孤独でも良いと思いますよ。そして、人と馴染めないことに対してお苦しみになるということはなくても良いと思います。もっと言うとね、こうやって私の YouTube を拝見して、見ていただいてですよ、こんな風にコミュニティを取ってくださるということは、これはね、もしかしたらね、まるっきり人というものを拒んでいないのではないかなというふうに私は捉えますよ。私もね、ネット上、でやり取りをなさってね、なさってくださる方、海外の方もいらっしゃればね、他府県遠い方もいらっしゃいます。ツイッターですとかね、そういったもの、僕はインスタですとかフェイスブックっていうのはさっぱりわからないもんですからね、ほとんどツイッターだけですけれどもね、やり取りをしまして、本当に1年に1回やっとお会いできた、本当にね、30分、10分、20分、30分というそういうお時間をね、共有することでもってね、とっても心が穏やかに健やかにね、落ち着くっていう時間がございます。長時間いなくてもいいじゃないですか。自分というものの心に素直にですよ、従ってね、生きられるっていうことは何よりだと思いますよ。ただしね、経済的な部分で親御さんたちがもう支えられない、もうね、40いくつにもなってるんだから、そろそろ自立したらどうだ、これもね、まさに本音でございますよ。私と、お父様お母様方とね、ご自身のちょうど私中間ぐらいの年なんですけどもね、生活基盤っていうものはなくてはならないのでね、お父様お母様方に、お母様に寄っかかって生きていらっしゃるっていうことは、ここはね、きつい言い方をすると申し訳ないですけども、恥じてくださいね。どんな形でもいいですよ。働けないのであれば、働けないなりに生活保護を申請するですとか、ご自身で動くべきことはきちんと動いてください。そうした上でですよ、ご自身のね、食べる分ですとか、着る分ですとか、それぐらいのところはね、賄っていけるようなお仕事というものには携わった方がいいと思います。あると思いますよ。例えばね、なんだろう、今ですと、テイクアウトの配達をしている方ですとかね、そういう方もいらっしゃるじゃないですか。便利屋さんと称される方ですとかね、需要は結構あると思いますよ。ご自身がご自身だけでしかできない仕事っていうものをね、ちゃんとお考えになられて向き合っていくと、人と接せずに、それなりにね、多い少ないは別として、多少なりともね、生活ができるかどうか分かりませんけども、生活の足しになるような収入が得られるような道もあると思いますので、そこのところはね、ご検討なさってください。決して孤独ではないですよ。こうやってコミュニティを取っているわけですからね。そしてね、ご写真をね、これ拝見してるんですけどね、実はね、横浜なんですけどもね、だいぶご自身がね、心で嫌味を抱えちゃってらっしゃいますよ。お悩みになっちゃってますよ。悪いものがぺったりくっついてるっていうよりも、もうご自身にへばりくっついちゃって重なっちゃっております。これはお取りいたしましょう。横浜ということなのでね、私ダイレクトメールいたしますよ。別にその費用がどうのこうのっていうことではなくてね、私もお約束できないのでね、お会いする機会があったら、お悩みとともに、背中にくっついてるへんちくりなものを僕いただいてまいりますのでね、お待ちください。こんなこの場でこんなこと言うのも変なんですけどもね、ご安心ください。またダイレクトメールお待ちしております。以降のね、やり取りをなさいたしましょう。そしてお急ぎであるんであれば、近所のね、神社仏閣さんに行ってお祓いをしていただくっていうことが手っ取り早い方法ですね。あと塩とお酒のお風呂、そちらの方にもまめにお入りになってください。まあそういうことでね、悪霊ぶわらいぶわらいでね、いい神様と仏様、神婚かも神霊かも参りましょう。
いやー、ヘンチクリの新婚新居みたいに毎度なってますけど、新婚かも新霊かも、みよ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 、これ新しい言葉ですよ、みよ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 、ブワー、あまり深くお考えにならずに自分らしく生きてください。どうもこんにちは、シークエンスパパトムでございます。デカですなんて言ってますけどもね、この度、私のね、技術スタッフの方と、編集スタッフの方、さらにサポートをしてくださっている方の中で、モンタージュ部というものをね、モンタージュ室というものを、作っていただきました。そして、私が、見える練習して見える犯人像というものをですね、モンタージュ写真を起こしていただいた後に、似顔絵としてイラストとして、皆様に公表するようにできるようになりました。ということで、ご報告とともにですね、この先、今まで配信した動画に添えて、モンタージュ写真を添えた、動画をね、改めて配信し直してまいります。それとともに、まだ、ノータッチのね、動画に対してもね、動画というかね、事件に対しても、できるだけ、取材に行き、練習をして、犯人像というものをモンタージュ、イラストとして皆様方の方にご報告してまいりたいというふうに思っております。そのためのご挨拶でございます。早々ではございますけどもね、もう事件は解決して、容疑者犯人は捕まっている事件ではございますけども、そちらの方もですね、私の霊視に至る、部分とともにですね、捕まっている犯人像と重ね合わせまして配信を改めていたしました。そちらの方はネット等に載っておりますのでね、そちらからの情報というものをもう改めていただいておりますのでね、似顔絵のような形になっておりますけども、以降の犯人に関しましては完全なる私の霊視としてイラストで上げてまいりますので、どうぞお楽しみになさってくださいと同時にご協力をいただければと思います。どこに協力するんだよということになるかもしれないですけど、皆さんの声、小さな声を上げてまいりますと、犯人像というものがどん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 狭まってまいりますのでね、どうかみんなでとつかめましょうというご報告、予告でございます。よろしくお願いいたします。ガチにつかまえましょう。